徳川や豪2月7日隊は、日本の政治経済評論家、翻訳家、作家。徳川総家次期党手で、公益財団法人、徳川記念財団理事。長崎大学国際連携研究戦略本部、客員教授。特定、非営利活動法人公共政策長紀高顧問。東京都に生まれた。小学1年生から3年生までを、 アメリカで過ごす。その後、学習院高等科に進学、在学中は文芸部に所属していた。慶應義塾大学経済学部卒業。ミシガン大学大学院で経済学習志望を取得。財団法人国際開発高等教育機構。国際連合食料農業機関のローマ本部、ベトナム支部に勤務し、その後コロンビア大学大学院政治学研究科を修了し、 政治学習志望を取得。1997年頃、FAO ベトナム支部勤務時代に11歳下のベトナム人女性と知り合い、恋仲となる。早々にこの女性との結婚を決意し、2001年に日本へ帰国。2006年頃、両親は猛反対したがいを曲げずこの女性と婚姻した。2010年、アメリカ映画グリーンゾーンの字幕翻訳を担当。 2012年10月、制作フォーラム、日本の選択の設立に参加し、その座長となる。2016年には、広島県立美術館と新潟市美術館で開催された、徳川家康没後400年記念殿下太平、徳川名宝展をプロデュース。その最初の開催地である、広島市では、同地の貸し会社、西木道が、徳川宗家19代、 徳川家広プロデュースの青いもみじを発売2017年には浜松市の貸子会社春かどが徳川宗家19代徳川家広氏の監修として傾聴小判をかたどった最中を発売した2018年10月に知人の北海道議会議員から要請を受け人気満了に伴う北海道知事選挙への立候補の準備を始める 2019年1月に住民票を札幌市に移し、北海道内を回って情報収集をしていたが、同年2月20日、自らの理解が浅かったとして、不出馬を表明した。同年5月28日、第25回参議院議員通常選挙に、静岡県選挙区から立憲民主党公認で立候補する意向を表明した。 7月21日に行われた参院選では最重点区として党幹部の手厚い応援を受けたが落選。立憲民主党本部は参院選で30万票強を獲得した徳川を重要視し、次期衆院選の静岡4区または静岡国区への立候補を打診。徳川も出るなら国区と考え政治活動を続けた。 ところが、同年11月27日、国民民主党静岡県連が、静岡国総支部長に、小野の利和を選出すると、徳川は、野党共闘の邪魔はしたくないと述べ、翌11月28日に、次期衆院選への立候補を見送ることを決めた。2020年5月19日、立憲民主党静岡県連に、離党届を提出した。党関係者によれば、 徳川は自身が参院選で競合した国民民主党との合流協議が進んでいたことに大志不信感を募らせており3月には党幹事長の福山哲郎に離党の意向を示し遺留されていたが4月に静岡4区補欠選挙があったため結論を先延ばしにされていた6月24日に党県連は離党を承認した父は徳川宗家第18代当主。 元日本郵船副社長で、徳川記念財団理事長の徳川常成。ケチ脈上では、松平片森の団系現存にあたり、水戸徳川家のそよりふさの長男、松平よりしげの団系子孫である。また徳川家里、島津忠義、鍋島直弘、池田先生、寺島宗則のヤシャ島津久光、鍋島乾燥の来馬語でもある。ありがとうございます。